5月13日午前11時のキックオフで行われました関東大学サッカーリーグ第5節法政大学対筑波大学の一戦をハイライトでご紹介します。平山コーチが選んだスターティングイレブンです。ゴールキーパー佐藤龍生、佐藤はこれが関東リーグでは今シーズンの初のスタメンになりました。安藤俊樹、福井啓太、諏訪間昴生、鈴木瑞希のバック4、ダブルボランチは山内翔と加藤玄、トップ下に田村聡輝、右に隅幸四郎、左に山崎大進、ストライカーポジションには内野幸太郎が入っています。サブのメンバーはご覧の通りです。筑波はここまで2勝2分けの負けなし、首位でこの第5節を迎えています。一方の法政大学も負けなしです。1勝3分けで6位につけています。前半3分、早速チャンスが生まれます。流し込んだ鈴木、回り込んだ山崎、倒されてこれが PK 獲得につながります。法政大学の主軸模様マルコム剛の脇をくぐり抜けていった山崎大進です。山崎対中川、真ん中に決めて筑波が先制です。山崎はこれが嬉しい今シーズン公式戦初ゴールになりました。開幕スタメンから好調を維持、チャンスも作り続けていた山崎でしたが、ゴールだけが生まれていないという状況でした。今シーズン8試合目にしてようやくその壁を打ち破ることに成功しています。山崎が決めて1対0、筑波が先制しています。さて今日の第5節ですが、法政大学さんが企画に力を入れたこともあって、小学生くらいの少年少女の姿も目立っていました。入場時のエスコートキッズも採用されていて、22人の小学生がこの大学サッカーの聖地である西ヶ丘の芝を踏むという経験をしました。日本には J リーグ、それから高校選手権が大変人気ですが、この大学サッカーも賞金の対象となるように私たちは努めていかなければなりません。まあ、このようにですね、子供たちの声もよく聞こえていました。この試合が何かのきっかけになればそれほど嬉しいことはありません。さて26分のセットプレーのシーンです。一度は書き出されましたが、山崎のシュートを内野がコントロール反転してシュートを決めました。どうだという内野、他の選手は苦笑いを浮かべてしまうような圧巻のテクニックを披露した内野です。内野はこれが3試合ぶりのゴールになりました。ここ2試合ゴールがなかった内野でした。1試合でもゴールを決めないと巷では不調をささやかれてしまうとのことでした。高尚な悩みを抱えている内野でしたが、今日はゴールを決めて、これが今シーズン8ゴール目、1試合1得点のペースをキープしている驚異のルーキーです。筑波はここまで公式戦7試合で18ゴールを挙げていますが、そのうち前半で奪ったゴールは3ゴールのみと、前半の得点力不足が課題となっていました。まあ、そんな中で今日は幸先よく30分で2得点を挙げることに成功しています。
今シーズン負けなしでここまで来ている筑波ですが、実は意外と危ないシーンも多く経験しています。ただその度にですね、センターバックのスワマ、それから福井啓太が体を張ってシュートを打たせません。このシーン、スワマがここでブロック、さらにカバーに入ってピンチをしのいでいます。この2人と、それからゴールキーパーの高山と佐藤がゴールを守ってくれるから安心して攻撃できるというのが今シーズンのこの水色のチームの強みです。立ち上がり4分の山崎のゴール、それから26分の内野のゴールが決まりました。横浜のチームから来た2人のゴールによって2点差でハーフタイムを迎えています。後半のキックオフです。今度は応援団がいる側、画面右側のゴールを目指します。雨もパラついてきた54分のシーンです。ボールを拾って反転した内野、並走する田村、そこに出ます。1個フェイクを入れてシュート、これが決まって田村は公式戦3点目です。今シーズントップ下で輝く田村が3点目を決めて法政大学を突き放します。第5節を迎えた時点で負けなしのチームは3チームに絞られました。この2チームと明治大学の3チームです。ただし明治大学に関してはここで詳しく説明はしませんが、勝ち点の剥奪があり現在勝ち点が0になっています。この法政大学に土をつけて混戦状態のリーグテーブルから一つ飛び抜けたいという筑波です。後半も中盤に入り、法政大学の陣形もだいぶ縦に伸びてきました。こうなってくると高確率でシュートまで行けてしまう破壊力があります。今シーズン筑波大学です。山崎の折り返しから隅が狙いました。交代選手の勢いも今シーズンの強みの一つです。中盤で潰した徳永、足で判断、足がそれなりに速い判断です。今シーズンは開幕戦で2ゴール、途中交代も多い判断ですが、試合に出るとその献身性で筑波というエンジンのガソリンを注ぎます。85分、山崎が運んで隅に出ます。10番の背を隅です。停滞するスミ、ボディフェイント、キックフェイントを入れてクロス、飛んだ竹内、押し込むが高山優、最後は竹内に当たって、これが得点です。2人の頑張りによって副キャプテンのこの竹内隆人にも今シーズン初ゴールが生まれています。竹内が喜んでいるのを見て嬉しい気持ちになるのは私だけではないはずです。本人には言ったことはないので恥ずかしいのですが、私が最も好きなサッカー選手の一人がこの竹内隆人ということになっています。彼はこのハイライトを見ているのでしょうか。そうこう言っているうちにピンチを迎えています。
小湊対安藤、カットインからシュートを決められてしまいました。4得点を挙げた筑波ですが、この失点のせいで手放しでは喜べない1日になりました。これが今シーズン5失点目になります。あってはならない失点が生まれてしまいました。89分、クローザーとして空中戦に強い池谷銀次郎を入れます。横浜 FC から来た1年生です。とても明るいパーソナリティを持っています。直後のコーナーキックです。その池谷が跳躍力を生かしてヘディングでゴールを決めました。よく決めました。池谷もこれが今シーズン初ゴール。このゴールによって関東リーグ5試合で実に8人がゴールを決めています。調べてはないのですが、おそらく最多の人数になっているはずです。途中1失点もありましたが、5得点を挙げた筑波大学がこの負けなしで迎えた対決を制しています。関東大学サッカーリーグ第5節石ヶ丘で行われました。法政大学対筑波大学の一戦は1対5で筑波大学が勝利しています。筑波大学が勝利を収めました。試合を戦った法政大学は5月27日に法政大学芝のサッカー場にて中央大学と対戦いたします。また筑波大学は5月27日に琉球経済大学龍ヶ崎フィールドにて東海大学と対戦いたします。ぜひ次の大会も会場でご観戦ください。リーグテーブルです。5試合を消化して勝ち点11を積み上げています。筑波が開幕から首位をキープしています。今週末のゲームのお知らせです。天皇杯の本戦がついに始まります。5月21日日曜日、 ZA オリプリスタジアムで千葉県代表のウリオベッカ浦安と対戦します。応援してくださる皆様と共に頂きを目指す戦いが始まります。ご声援のほどよろしくお願いいたします。